米沢の街中を流れる堀立川。橋の欄干に榎橋とあります。橋のたもとの熊野神社、その境内に樹齢500年の江津榎木があります。高さ 14.5 メートル、根回り 4.4 メートル、県内唯一の巨木だそうです。昭和31年天然記念木に指定されましたが、晩年傷みがひどく、平成23年6月保存のための修理が始まりました。江戸の木、これの保存修理に協会着手します。で、何しろ今まで全国で初めての工法で、するわけですので、しかも一番ものはこの江戸の木を立派に、直してですね、永久的に保存すると、こういうのが大きい目標がございますので、皆さん一覧となってですね、ご協力いただければというふうに思います。よろしくお願いします。天下の武将伊達政宗がここ米沢に生まれたのが450年前、自然の生命力の強さに驚きます。